こんにちは、ロットです。今回は闇の目2倍ちょっと今ねやってるんで、ちょっとパーティーとか立ち回りを解説していきたいなと思っています。で、闇の間の場所なんですけども、闇の間の一番最後の3つ目ですね、最後のとこです。進撃のオクトパスですね、生命個別の闇神殿ので、パーティーの紹介を早速していきます。で、今回ちょっとね編成難易度がちょっと高いんですけど、ちょっとご了承ください。で、1手目、アトムですね。これちょっと紋章ついてるんですけども、これに関してはなしで OK で、で、超スピード型必須ですね。で、紋章はなしで、身なんですけども、同族の怪規則、影規則があるとめっちゃいいかもしれないですね。で、2手目、ユグドラジルですね。まあ、これに関しては厳選しなくて OK です。油圧枠として考えていただければ OK です。で、3P のローレライは超砲撃型必須ですね。はい。で、熱き友情の力、毒エルも必須です。で、4手目の損傷庫。こっちの損傷庫のに、紋章をつけておくと OK ですね。対闇の極みですね。で、まあ4手目、極みついてないとワンパンできないことが多々あるんで、必ず極みをつけておきましょう。で、熱き友情もつけておきましょう。プラス、超砲撃型ですね。で、まあ、いっぱい周回するってなると、この損傷庫の超砲撃型は、まあ、結構ね、必要不可欠ってなるんで、まあ、必ずつけておきましょうね。じゃあ、早速、立ち回りに紹介していきます。まあ、一連の流れやりつつ、まあ、紹介もし、まあ、目印とかの紹介もしていきます。では、よろしくお願いします。1点目なんですけども、このね、魔導士、ちょっと今、ガイドで見にくいんですけども、魔導士の2っていう数字の半分ぐらい、半分を覆いかぶさるぐらいで、打っていきます。はい。で、ローレラに当たるって感じですね。で、2手目のユグドラシルは、今 HP ね、下に来た HP のアトムを上にずらします。このね、上にずらすっていう作業が最後のパンパンするときに大事なので、必ずやっておきましょう。で、 3P のローレライは、ユグドラシに当たるだけです。この時に貫通制限に当たっておくと、まあより減速して良いですね。はい。で、まあ皆さんもお分かりの通り 4P の損傷庫でアトムに当たるって感じですね。で、今弱点ないんでワンパンできないんですけども、紋章とかあったら弱点出しても全然ワンパンできるって、こういう感じで、まあこれ330も大体360万ぐらい出ればワンパンですね。まあ、すいませんね、紋章ついてなくて今回ワンパンできてないんですけど、はい、こんな感じで、まあ体力はちょっとで、まあ紋章ついてなくてもね、まあ5手ぐらいとかあるんで、かなりおすすめですね。でも、まあ、1手目のアトムも貫通なんで、まあ、反射タイプ結構ね、なんか流行ってる反射タイプの編成よりかは、まあ、入れ版はしなくてもいいっていう感じですね。では終わります。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねお願いします。